次のコーナーに備えています。俺はギャリーいじりに向けて準備中だ。なぜそんなに意地悪なんですか。チャームポイントだから。Thank you.
他のレーサーは棄権すべきだったかもな。こそ明るい太陽の下でレーサーたちは、みんな耳栓を探してる。ラジオからギャリーの声が聞こえてくるからね。レースは終わりだよ。さあ諸君、気をつけろよ。猛スピードで火の玉のように飛んでいくぞ。からかわれないよう気をつけます。いよいよです。
が2、大勢が3、なら1は？ああ、僕の誕生パーティーに来る人数？ブーヤ！楽勝だったね、だろう？スピオリですね。言えてるな、ギャリー。俺と同じくらい素晴らしい。
この人を制したレーサーが今日の勝者となりそうです。お前の髪型リスの墓場みたいだな。そのジョークを聞きまして2度目です。名作は何度聞いてもいい。正面から直接対決する。平和ぶつかってきたくせに。でもへこみが味になっただろ。
醒車たっぷり、まさに50年前の今日、クラッシュアーティストと呼ばれたデビン・ジョセフはモトレーション史上初めてカートのエンジンを緊急ニュース、16人の視聴者があまりのつまらなさに気絶しました。3、2、1